はい、皆さんこんにちは。今私は、ネパールのサマ村というところにいます。ここは標高が約3500メートルの場所なんですが、今日はここから、マナスのベースキャンプに向けて、歩いていきます。マナスのベースキャンプの標高は4800メートルなので約、1300メートル、標高を上げるという感じです。はい、で実はですね、他のメンバーは昨日のうちにベースキャンプに登ってるんですね。はい、ただ私はちょっとね、昨日ね膝の調子が悪くてちょっと膝が痛くて1日休養日ということにして、今日あのガイドさんと2人で、ベースキャンプに向かって歩いていきます。はい、で天気はねあいにくのこんな感じの曇りでちょっと、弱い雨が降っているという感じなんですが、ゆっくりゆっくり、コートに順応しながらベースキャンプまで歩いていきたいと思います。ダワさん、はい、今日のガイドのダワさんです。よろしくお願いします。エベレストも K2 も登ったことね、何度もあるんですね。エベレスト何回登った？エベレスト7回。7回。 K2 は、はい、K2 は2回だ。2回。すごい。じゃあよろしくお願いします。この日は9月の10日、カトマンズを出発してから6日目です。標高3500メートルのサマ村から4800メートルのベースキャンプまで移動します。1300メートルの標高差を5、6時間かけてゆっくりと登っていきます。ちなみに BC というのがベースキャンプの略称です。8163メートルのマナスル山頂まではまだまだ長い道のりです。はい、ロバですねが来たら道を譲ります。頑張ってください。お願いします。そして荷物を運ぶのは馬だけではありません。こんな風に人力でも荷上げします。なんとこの方たちは女性なんです。30キロ。わーお、すごいです。女性が30キロ。私はベースキャンプに大きなダッフルバッグ2つ分の荷物をあげました。ただこれはね、自分で運ぶのではなくて、さっきの馬や、ボッカさんが運んでくれます。はい、昨日から雨が降ったり止んだりを繰り返していて、足元はねこんな感じ、ぐちゃぐちゃです。でね、この辺りはもうね、馬のうんちさんともう泥がねミックスミックスって感じ。はい、最初の方はねこれがすごいストレスだったんですけど、もうね慣れました。もう踏んでも気にしない。はい、そんな感じです。はい、現在の時間は11時過ぎたところで、スタートしてから2時間くらいかな経ちました。で、これ辺りは、まあ、森林限界超えたくらいですかね。すごいね見晴らしが良くなって、気持ちいいです。で、ちょっとね、雨がちょっと降ってきたので傘を差しながら、はい、歩いております。で、このままで今標高3800メートル超えたくらいなんですが、はい、まあ、行動中のうまくできてる。無線が入ってる。あの、行動中のうまくできてるので、まあ、そんなに辛くないかなっていう感じ。はい、このままどんどん標高を上げていきます。さて、この小さな小屋で休憩です。モモというネパールの餃子をいただきます。中にはジャガイモと緑の葉っぱが入っています。
潔に味を表現するとポテトサラダが入った餃子という感じです。美味しかったです。ごちそうさまでした。ももを食べて、しばらく歩いてきて今の時間は14時20分で歩き始めて5時間、ちょっと経ちました。はい、で標高はね 4600m 超えました。でベースキャンプまではあと1時間かからないくらいかなと思います。はでもう天気はね相変わらずこんな感じ、真っ白。でもまあこのね真っ白な中もちょっと楽しみながら、はい、登ります。でちょっとね足太ももとかに筋肉の疲労は感じてるんですけど、まあ体力的には問題ないかなっていう感じです。はい、あの道はねそんなに急ではないのですごい歩きやすいです。はい、ということでどんどん歩いていきますよ。はい、見えるかな、この山の斜面にテントがいっぱい。これがベースキャンプですね、マラするの。もうちょっと私たち自分たちのねテントを目指します。あーやっほー、あーはい、ということでベースキャンプ着きました。すごいみんなが出迎えてくれてる、わーありがとう。着きました、お疲れ様でした。あーお疲れ様です。わー着いた、よかった。ということでベースキャンプ着きました。おーやったー、はい、着きました。頑張りました。すごい元気そうやん。すいません元気です。なんかね一日休んだら全然大丈夫。オッケーオッケー、よかった、はい、よかった。さあ歩いた後にはこんな感じで軽食が出てきます。これはネパールのインスタントラーメンです。はい、ベースキャンプに着いて早々ストーブの近くに行きすぎてやらかしました。モンベルのダウンが燃えました。もう本当にバカですね。すいません迷惑をかけました。ありがとうございます。あすいませんお願いします。じゃあこれちょっとごめんなさい、私がこんな変な体勢になっちゃう。お願いします。おいありがとうございます。はい、これで一安心です。それではベースキャンプの様子を紹介します。はい、これが私たちのベースキャンプの、まあ、全体像っていう感じですかね。でグレイシアヒマラヤっていう、まあ、ネパールの会社にこうテントの設営とかをお願いしてます。はい、であのね最近ねずっとね雨とか曇りだったんですけどようやくね青空見えました。はい、こんな感じ で周りにはね他の、チームのテントとかがいっぱいあります。こんな感じ。はいはい、向こうの方には山が見えてて、はい、こんな感じですね。ぐるっと、はい、ベースキャンプの様子はこんな感じです。はい、じゃあね、ベースキャンプこの中行ってみましょうね。じ
ゃんとね入り口にはこうやって階段みたいに作ってくれててはい、まあ、日本隊はアドベンチャーガイズですからこのアドベンチャーガイズの旗があり入り口はこんな感じでね装飾されてますよ。はい、よいしょ。で、こっちこのね丸い白い大きなテントが、ダイニングテントですね。ここで、みんなでご飯を食べたりします。で、ダイニングテントに入る前にねこっちよいしょあ、こんにちは、どうもあ、ごめんなさい、顔を洗ってる時に。はい、こんな感じで、洗面台とかも用意してくれてます。で、鏡があったりこんな感じでお湯がね出るんですよ。こんな感じ。はい、ちょっともったいないからねやめますが、ここに、スタッフさんたちが、お湯とかを入れてくれてあったかいお湯を使えます、うん、あラデンディだはい、ガイドさんですね。はい、で、ちょっとじゃあダイニングテントの中行きますよ。電気なかった行きます。じゃあ見てくださいこれがダイニングテントです。あ、バラさんこんにちは、おはようございますはい、こんな感じですごい豪華なダイニングキッチンテントかが用意されてます。はい、こんな感じでね椅子もちゃんと布でカバーしてくれてるんですよ。で、まあ、マグカップとかこの大きいボトルはお湯ですね。クッキーとかお茶のティーバッグですねとか、日本から持ってきたなんかねこういう柿の種とか昆布とかそういうお茶漬けの素とか醤油とかね、はい、こんな感じでいっぱい机の上に並んでます。あ、ピーターもありがとうございますそう、はい、こんな感じで、こっちは、海外の、方たち、ヨーロッパとか、他の国から来ている方たちが使うテーブルで、こっちはドリンクのテーブルで、見てください、もうお酒が完備されております。ビールにワインになんかラムか、はい、こんなにいっぱいある。でも私はちょっと今回は我慢します。お酒飲むとね体調やっぱり整えるのが大変なので、はい、こんな感じです。おお、はい、では次は個人のテントを紹介したいんですけど、すごい音がね向こうからしてます。雪崩ですね、ちょっと、斜面の、まあ、雪氷河が崩れてますね。これぞヒマラヤってすごいですよね。はい、ということで、こんな感じでね、まあ、雪崩、まあ、氷河が崩れるのは結構日常茶飯事みたいですね。はい、で次はね、はい、まあ、個人のテント紹介します。でこんな感じで個人のテント、これ一個一個が一人ずつ使えるんですよ。わかりますかね、この三角の大きいやつですねはい、天気がいいから今日はみんな洗濯してますよいしょ。で私のテントは7、8、9番これです、はい、で外に寝袋を干しております。はい、じゃあテントの中お見せしましょう。じゃんじゃんじゃん、はい、こんな感じとなっております。これ分かりますか、この手前、これ全室、全室、ここまでは私ね靴で入ってます。でこっから先はあの靴脱いで入るようにしてるんですけど、めっちゃ広くないですか。これちょっと中入ってみますね。よいしょ、はい、まずどうしよう、こっち側、この左側はベッドですね。ただ今ちょっとねあのダウンとかを干してるのでちょっとベッドがね見えてないんですけど、こっち側ベッドです。で、こっち側に、いろいろと、まあ、ウェアとか置いてるっていう感じですね。ちょっとどんなもの持ってきたかお見せしましょうかね。まず、寝袋はね2ついるんですよ。ベースキャンプと、上のキャンプで使うための寝袋だから2つ持ってきてて、1つはこのモンベルのあのすごい一番分厚いやつですね持ってきてて、
あとはダウンですね。サミットするとき、山頂に登るときのダウンは、これコロンビア、近藤さんの会社で借りた、上下がセパレートのやつで、中がね、このコロンビアのオムニヒートでこう体温を反射するあの素材が使われているので、まあ結構軽いんですけどあったかいっていうダウンですね。で、これ結構ね大切で、夜はね結構、部屋の中がこの中が冷えるので、こんな感じでルームテントシューズ使ってます。はい、あでこれはねお洗濯道具、この大きいねなんか袋に入れて洗剤入れて水入れて振るとシェイクすると洗濯できます。続いてこちら行こうか。これはね投飯用具ですね。ピッケルとか、あとは、山頂に行く時のためのこのシューズですね。スポルティバのオリンポスっていう三重になってるブーツとか、アイゼンとか、まあ、これはね今日ねプジャっていうお祈りがあって、その時にねちょっと清めてもらうので袋にねまとめて入れてます。で、あとはまあこんな感じで服とかをねスタッフバッグに入れております。で、私ねどういうところに何を入れたか忘れちゃうから、靴下とか手袋とかねこうやってね、はい、シールを貼ってます。あとはこれはシール貼ってないけど、これは前日本百名山に入れた時にもらったスタッフバッグ、こういうのとかにもまあねウェア入れてます。よいしょ。で、まあ、こんな感じかな。で、あとはこの辺はもうバッテリーとかかな、バッテリーですね。はい、こっちはね充電できるんですけど、ソーラーパネルに依存してるので、もしもねソーラーが出てないと、太陽が出てないと電気も不足するんで、バッテリーは結構大量に持ってきてます。で、こっちは美容系パックとか、まあ、洗顔、クレンジング、日焼け止めもすごい大切なので、日焼け止めもすごいたくさんこの中にね持ってきてたりしますね。で、これね結構ね大切なのが、上の方だと手袋しててね液体の日焼け止めできないんで、こういうスティックタイプの日焼け止め、こうやって塗れるやつを持ってきたりしてます。よいしょ。で、まあ、あとは化粧水とかね、こういうものをね大量にちょっと持ってきて乾燥対策をしてます。もうねこっちすごい乾燥するんです。で、あとねこっちはサプリメント系かな、サプリメントとかかな、これはビタミン C、ちょっとねビタミン、野菜とかもねそんなたくさん食べれるわけじゃないんで不足するんで、ビタミン C とか、あとはもう行動中はねやっぱりアミノバイタル、筋肉の疲労がね半端じゃないので、アミノバイタルをめちゃくちゃ持ってきてます。そうですね、ゴールドにこのブルーのやつにオレンジ色のやつとか、大量にアミノバイタルは持ってきてます。まだアミノバイタルあるよ、こういうねジェル状のやつとか、よいしょ、これもジェル、はい、こういうものを持ってきました。あとこれはプロテイン、やっぱりねご飯が炭水化物中心になるんですよ、だからタンパク質がね不足するかなと思って、プロテインは毎朝飲んでます。はい、あとはこんな感じでテントの壁にはポケットがあるので、まあ、こんな感じで小物系ですね入れてます。で、まあ、結構大切なのがねこれ除菌のウェットティッシュ、なかなか水が豊富にないので、手をね洗えない時とかちょっときれいにしたいなって時に便利ですね。とかこれはねネパールのカトマンズで買った、マナスルの地図とかね、こういうの入れてます。はい、ということでこちらがベースキャンプで私が過ごすテントです。で、やっぱりこうこれから3週間くらいここに滞在してマナスル登頂を目指すんですけど、こうベースキャンプに戻ってきてホッとできるっていうのがすごい大切だと思うんですよね、まあ、ベースキャンプが、まあ、すごい休める場所であることが大切だと思うんですけど、もう本当に快適で、ちょっともうずっとここに住んでいられるかもって思うくらい快適で、はい、もう大満足ですね。はい、あすごい、また評価が崩れてますけど、はい、で、じゃあ次は、お手洗いもちょっと見に行ってみようかなと思います。はい、では、このね私たちのこのテント、居住テントからだん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 、はい、こっちに、視線を送ると、はい、これこの黄色い、三角のね屋根の
ものがお手洗いのテントです。はい、女性用ですよ。女性用とね、男性用が分かれてるんですよ。はい、でじゃあちょっと開けてみましょうか。ここ入ってますか？誰も入ってないですか？はい、 OK です。じゃあ行きます。はい、こんな感じとなってます。ちょっとね、そんなめっちゃ綺麗なわけじゃないんですけど、まあ、こんな感じで椅子が設置してあって、その下にまあおしっことか台とかを入れる感じで、そんなに、ね、匂いしないんですよね。で、紙はこっちに入れる。はい、そんな感じです。まあね、これそんなあのまあ簡易トイレなんですが、あの和式じゃない洋式タイプなので、すごいね、使っていて使いやすいです。はい、ということで、ベースキャンプを一通り見てきたんですが、実はこれから、イベントが行われるんですよ。で、そのね、準備が後ろで着々と進んでおります。で、そのね、イベントというのがプジャと呼ばれるものです。で、プジャっていうのはあのネパールのこう仏教のお祈りみたいな、もの、まあ、お祈りですね。はい、で、これからあの私たちマナスル登山に行くので、それ安全に、行けますように、で山に入りますよみたいな、そういう、まあ、安全祈願みたいなお祈りを、こちらのお坊さんにしてもらうという感じです。で、あの自分たちが使う登攀用具ですね、ブーツとかピッケルとかハーネスとかをあの祭壇の方に、置いて、それもなんか清めてもらったりします。はい、ということでこれからプジャです。さあ、プジャというお祈りの儀式が始まりました。お坊さんがお経を唱えています。ちなみにこのプジャ、どれくらいの時間やると思いますか？なんと2時間続くんです。しかし今回はお坊さんの予定が押しているということで、30分の巻きプジャで終わりました。長時間寒空の下で座っているのは結構ね辛いので、正直ちょっとありがたかったです。日本でお坊さんにお経をあげてもらうときって結構静かに聞いていたりするじゃないですか。ただネパールのプジャはそうではなくて、途中で食べ物が回ってきたり、さらにお酒がね振る舞われたりするんですよね。何かを食べたり何かを飲んだりしながら儀式を行うんです。はい、そしてプジャの終盤になると、顔に白っぽい粉を塗ってこうお祈りをね捧げます。そして最後はみんなでダンスダンスダンス。はい、ということでこちらに山に入るためのお祈り、そして安全祈願が終わりました。はい、ということでプジャ無事に終わりました。あの私は豪にいれば豪に従うタイプなので、まあお酒もね本当は控えてたんですけど、お酒飲んだりあのダンスしたりね、はい、すっごい楽しかったですということで、この後は、夜ご飯ですね。はい、ベースキャンプのね夜ご飯どんな感じなのかちょっとお楽しみに。はい、ということで今日の晩ご飯、なんとすき焼きです。すごい、イエーイ。これは何の肉だろう？牛肉？水牛、焼肉のすき焼きとうどんの代わりになんかパスタみたいなのが入ってます。すごっ。お豆腐もある。豆腐ってこれネパールで豆腐買ってきたんですか？カトマンズで仕入れた豆腐だ。はい、じゃあSomeone wanna try sukiyaki? Okay. Just say hello. じゃあすき焼きいただきます。うん、美味しい。うまくね、いつもうまくなってね。なんか結構豆腐の密度が濃いんですね、こっちは。うん、美味しい。パラさん入れます。あ、大丈夫。うん、焼くの肉です。うん、脂身の少ない牛肉って感じ。美味しい。うん、
ていい、うんうん、大丈夫です。私卵ちょっと食べ過ぎだから、うん、トッさんいる？こっちで行きましょう、うん、はい、おはようございます。ベースキャンプの朝です。はい、今日はちょっと曇り気味。はい、今はベースキャンプにてちょっと酸素ボンベの、練習をしてます。でこれでね、血中酸素濃度が、ね、どれくらい変わるかちょっとね今見てもらおうと思います。はい、これ酸素ボンベ、登頂するときに使うやつですね。おばさん、動きになったように。お、上がりが見えた。めっちゃ上がる。え、すごい。え、90。え、すごいすごい。92。93。94。すごい。95。すごい。すごいですもん。へ、平地でちょっと運動した時と変わらないくらいになります。はい、あの酸素マスクを取ったらこんな感じ。はい、跡がめっちゃつきました。いやいや、ちょっときつすぎたみたいですね。すごい。さあ、次回からはいよいよベースキャンプより上を目指します。高度にどん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 体を慣らしていきます。お楽しみに。